しおりやへようこそ。お荷物です。私は千織、千織屋の店主よ。衣装のオーダーメイドならいつでも言ってちょうだい。他の依頼は、君が交換条件にする価値のあるものを持ってるかどうかによるかな。だってお互いに与え合ってこそ商売でしょ。それから千織屋内での喫煙と喧嘩は禁止よ。お客様は神様なんてうちじゃ通用しないから。一般人だろうが本物の神様だろうが、規則を破って外に投げ出された時に尻餅をつく姿勢は同じよ。ダメだわ、ありきたりすぎるのよ。